久保さん、こんばんは。気になるところ第148話ですね。第148話。そしてここから3日間ですかね。3日間ちょっと、うちの家族かな。うちの家族の超一大イベント、ディズニーにお泊まりというイベントが 発生してしまうので、超短縮版という感じで、ちょっと短くなります。はい。ということで、ほとんどちょっとね、手につかない状態なんで、かなり短くなっちゃうんですけど、ちょっとここ3日間、なんとかね、時間見つけてお返事しようかなと思ったんで、超短くなります。ということで、稼ぐ石、石を売れという感じでね、前回いただいて、で、非常にね、誰もが真似まだできるね、レベルにならないとは思うんですけど、一つだけ、ここを意識しようかな、ここをつかむかなと思って、一緒に、力を抜いて楽しんでいく。一緒に力を抜いて楽しんでいく。確かに自分に欠けていたのは、まあ、そういうところだったのかもしれないなとふと思ったりもして、本気で向かうのも大切なんだけど、まあ、一緒にやっていくっていう、まあ、そういうところ、人に、本気だけでは人がついてくるとは限らないというところがすごくなんか、感じたというか、そうですね、心をつかむっていうところ、もう本気なんだけど、さらにね、心をつかむっていうところを意識すればいいんじゃないのって言ってたのが、少しとても大事なのかなと思いました。はい、ということで、ちょっと今回ここ1点だけのお話になるんですけど、これすごい重要かなというところで、ちょっとここがね、あんまりこういう考え方ってしてなかったなと思って、そこをちょっと意識しながらもう一回考えていこうかなと、なんかそういうところを、今回100気になる男、第148話で取り上げたかったです。はい、ということで、まあ短いですが、ちょっとこんな感じで、あと残り2日間ちょっと行かせてください。 はい、ということで、ありがとうございました。そして久保さん、また149話かな。よろしくお願いします。それでは。